鈴木です。電話かかってたね。はい、金丸運送大阪支店です。なんか旭川も向かってたんですけど、一回九州行って、もう一回今度今持ってきてね、今ね、名古屋にいます。もしもし。あ、もうね、もう電話の声分かっちゃう。今日どんな仕事だい？今度は東京方面ね。よし、だんだん上がってってるね。仕事は3つ来てるけど、おすすめは新宿かな。新宿？じゃあ新宿かい。おすすめなものがあんだんだ。へへ、実はその家具、私のなの。なんでだよ。そうなんだ。でもなんで家具なんだい？実は私、東京本社で働くことになったのよ。これ昇進じゃないですか、これは。しかも通信課の班長になったのよ。素晴らしい、その若さで。へえ、そうかい。金丸運輸の本社ってあのどでかい施設だろ。しかも通信課の班長か。梅ちゃんも出世したな。あなたのおかげよ。パートナーが頑張って仕事してくれるから。おいおい、出るじゃん。でもそれはクミちゃんの実力だよ。いつも一生懸命頑張ってるからさ。ありがとう。でも東京で一人暮らしなんてできるかしら。できないよね、普通ね。大丈夫だよ。あ、そうだ、私のアパートに来ない？うわ、うわ、うわ、第1号にしてあげる。うわ、うわ、すごいね、これね。何お客さん第1号だよ。単線テレビの日本運びを手伝わせるんじゃないのか。やったり。やっぱそのことか。でも夕飯ぐらい作ってあげるって。あら、いいっすね。まあいっか、くんちゃんに会えるのはことだし。え、どこ行った？いや、なんでもないよ。わかったわ、それじゃあ気をつけてね。いいっすね。健全なってことですね、なんかね。ありがたいよね、こうやっていただけるのはね。普段着じゃん。もう着いたの？まあ、それもそうか。さすが日本一のトラッカーね。スピード違反じゃん。あったり前よ、日本一は伊達じゃないんだぞ。それよりここは新居かい？うん、結構いいでしょ。綺麗だな、これ。ああ、分かったよ。くみちゃん、もしかして荷物ってこれのかい？うん、そうだよ。こんなちょっとだったらすぐに片付いちゃうよ。あなたは力持ちだから。私がやったら半日ぐらいかかるわ。ははは、それもそうだな。ええ、毎日トラックの中で寝てたら疲れるね。うわ、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 これそういうことですか。やばいね。そりゃ布団の中が最高だけど、仕事だし文句言ってらんないよ。偉いわよね。ま、慣れてるから平気だけどね。でも考えてみると、最近ほんで寝てないな。え、これつまり寝るんじゃないの、これ、ええ、もしよかったら、今日泊まってあげてもいいよ。これはね、これは来ましたよ、これ。え、すごい考えてんじゃん。あの、私何か変なこと言っちゃったかな。あ、変っていうか、なんていうか。よく書いてるな、やっぱりまずいだろ。行けることをちゃんと言っておいた方がいいんだ。そうだよね。うわ、そういうことだね。そういうことだね。そういうことだね。うわ、うわ、うわ、こういう話になるんだ。なるほどね。向こうにさ、もう計算手帳でさ、1年間さ、以上ね、タッカーになるって任せっていう話をしておいてさ、まあ、それまで待っててくれってわけじゃないですか。そういうことをしておいてね、この人とさ、寝たらさ、なかなか下水ですよね。でも、ゆきえさんってもしかしたらね、もしかしたら裏切って他の男の人いるかもしれないね。っていうことでね、これは難しいね。でもね、正直言った方がいいと思うよ。っていうのはこれはね、僕はそう生きるとかね、私たちはそう生きるじゃなくて、私たちはそう生きるべきじゃないですか。だからゲームの中だけでもね、やっぱりいい格好してた方がいいと思うんですよ。ということでね、だってこれやったらもうさ、ねえ、こっちじゃないの、これは。俺、北海道ゆきえっていう子にしかいるんだ。そうだよね。日本人のタッカーだったら結婚しようって約束したんだ。それで、なんでだよ。ゆきえさんが泣いちゃうよ。これさ、泊まるだけやったらさ、泣かないと思うんですよ。これさ、もう完全にもうやる気だったんじゃないですかね。まあいいや。あ、そうだな。でも、夕飯ぐらいご馳走してくれよ。
待って、これゲームなんだからやっぱこれはちょっと倫理的にやっちゃいけないことをするべきだったのかな。ちょっと待ってね、何が正解だったんでしょうね。いるかな、なんかそっち側の告白、なんだっけ、クミさんに告白する、あれクミだよね、これね、あ、そういうストーリーあったのかな。あ、その場合のなんかこうストーリー分岐の先を見たいですね。はい、金の道、東京本社です。まあいいや。もしもし、大変な仕事が入ってきたの。一体どうしたの。救急患者にワクチンを運ぶのと氷の彫刻を運ぶ依頼が来てるの。八戸と青森と青森の方が近いんですよ、北海道には。というより青森行きましょう。俺任せろ。わかったわ。ぶつかったらアウトじゃない。時間がないわ。気をつけて行ってきてね。よし、うわっすげえ。あー疲れた。休憩休憩。どうしましょう、困ったわ。またかよ、またかよ。あなた何乗ってるんだよ、車。また故障かよ。ええ、今度はこっちの方が調子悪いみたいなのよ。どれどれ、直さなきゃやってみる。こんなもんだと思う、人間って。治るの、それで。それで大丈夫なのかしら。うるせえな、お前。これで大丈夫だろ。リブジトラック野郎だ。あのパチンコ屋さんみたいなトラックね。パチンコ。ごめんなさい。派手で綺麗ねってことよ。それよりオイルが鼻についてるわよ。え、この辺か。もうこの辺か。ちょっと待って、今青森についてさ、急ぐっつってさ、ちょっと待って、おかしいぞ。青森について疲れたって言ってんだよ、この青森なんだよ多分。で、青森について急ぐっつったら今度東北の南の方行くわけだよ、基本的にはね。か青森の何、大間とか行くのかな。本州最北端に行くのかな。この青森の港でしょ、パーキングエリア。これどこだよ、これ。まあでも高速でしょ。本当どういうことよ。なんかさっきやった歌の子だったっけ、大阪らへん、大阪らへんであって本当青森まで行って青森用事済ませてもう一回住んでるとか。わからん、この人の行動が。おい、行っちまったよ。とうとうここに来た。思えば長かったような、近かったような。でも自分の心の中で何かが今はっきりしようとしてる。俺はこの旅で本当の自分の気持ちを知ってきたさ。俺もこの中にいる子は僕らの子だ。何これ。はい、金丸運送東京本社です。もしもし。今日でスケートも終わりなんでしょ。あ、そうなんだ。ああ、クミちゃんともこれで別れになっちゃうな。どうしたって。なんでもないよ、ちょっと寂しいだけ。クミちゃん、最後の仕事よ。最後の仕事は、え、まさしか、まさしか。わかったわ、それじゃ気をつけて。新宿行く手はある。まあその後また世界行くんだけど。クミちゃん、今までありがとう。ううん、あなたこそ。事故には気をつけてね。たまにはお布団にっぷり寝るんだよ。なあ、おふくろみたいなこと言うな。だって。みーちゃん。じゃ、もう行くよ。うん、元気でね。本気か。時間がない。10分で動画終わらせたい。